うん、でこういう木なんですけど、これね直管って言うんだけどね、うん、氷はこれでさ好ましい形してるんだけど、うん、ちょっとねこれをまあそれぞれみんな曲げたんだけど、これもね一応教材としてはさ、うん、曲げるのはちょっと難しいんだけど、うん、これねこんな長かったら楽なの。ああそうか、うん、そしてこんな短くしてね、うん、こうやって鉢で小さくして切り詰めてると木硬くなってるの、うん、あのスクスクっと伸びた木はね柔らかいの、うん、これかなりね、うん、険しく厳しく育ってるんで木がねこう頑固になってるわけね、 いわゆるしぶとくなってるわけさ、仕方ない伸びたっていう感じで、うん、だからこういうのはねあのちょっとね曲げるのはねもうちょっと早いといいんだけど、まあこれはこれでね材料的にはね教材的には難しいけどいいんですよ、こういう感じにいくからね。いや庭に植えた太さとさ、庭に植えたら太くなっけど、うん、あの盆栽の太さとで全然細くても古さが違うね。ああ一番いいのね、スポット真ん中から切って年輪貫通したら分かる、うん、同じなの10センチのやつも5センチのやつも年輪の、うん、輪っこね、密度ね、うん、もうその密度が全然違う。でこういう針金、ね、これは何ミリでしょう、1ミリ 1.5 回 1.5 回に、これ導線なんですけど缶から缶なんで、これ1回動かすともう動かないからね、ちょっと面倒なんだけど、これはね一応ねこれどこで曲げるかったらね、ここに根があるのこれね、これ我々こうやって曲げるときはこっちが大事なの、引き根って言ってね、これがないとね安定感感じられないのね、こっちもそのうち出てくるけどね、やっぱりこっちへこう曲げるんですよ、こうなるとね倒れても倒れないぞっていう安定感が見えるのね、引き根っていうのはね、これ大事なの。だからねこっちをね引き根にするためにはこれを下げる、でここを曲げなきゃいけないか、ここに当たるように持ってくるか針金ね、ここに、そうするとここに当てて一回こうでしょ、ここだからね、こっちだ、クレーンのアウトリガーだね、こうこうで一回も裏から回ってこないと効かないから、こうやってそれでこっちへ引っ張ってくる、こういうふうにね、こうでしょ、それで上げる、ちょっとだいぶ硬くなってきてるねこれね、焼きが甘いってやつだな、うん、ちょっと焼きが甘い、もっと柔らかいんだけど、こらあっちだ、こら焼きを入れるぞっつって、ちょっと焼きが甘いんですよ、こういうやつね。それでこういう風にして、さっきはだいたいどの辺まで行ったら曲がるかって分かったでしょ、だからある程度はね限度があるからね、うん、でも曲げたらさっきの金太くね、あのさっきのうるさいお客さんの金太くバキッと折れちゃうからさ、うん、あれはね折れてもいいの、うん、あれは折れあれはもう折れて、いやこれはね回復したよ傷は、あそう、うん、完全にこういう風にね曲げてるでしょ、ここまでこういう感じね、うん、ちょっとね最初はこういう小さいのうまくいかないんだけど、ちょっと針金がねちょっと硬かった、焼きが甘かった、もっと柔らかくなるもんだけど、まあいいや、すぐ乗っけた、乗っけこんな太いの前たまんまね、乗っけたぐらいじゃちょっとダメだ網引いてかそれまあ一応ねこれ基本的にはとりあえず S 字型、うん、それでこっちへ上がったら今度はねここで曲げて、どうせまたもう1年置くんですけどね、ここじゃ当てれば折れないから、多少無理して曲げてもこう来てこう来るなしたでしょ、それでねもう一発起こしたいけど、これは手で無理なんだわ、そうだね、よくそういうのペンチで曲げてるわ、うん、それはですねそうです、はい係長ペンチ、はい、これでねここを押さえるの、ギュッとくるくる、木でないよ、針金と針金を押さえてここで先の方行ったらね難しいんですけどね、うん、でしょ、上の方行ったらさ多少ね鳴るくなってもさこういう感じ、ギュッと
一応なんとなくこうキュッと S 字でもうちょっと曲げたでしょ上、うん、それならここで行きましょう、グイッ、この野郎とか、この野郎とは言ってない、すいませんっつって、ごめんねっつって、お湯つけてやるからね。ちょっとわがまま、人間のわがままでごめんなさいと、こういう感じにあんまり極端に曲げるよりも上品でしょ、うん、やっぱ入る、これキューッとこのぐらいでいいのさ、あんまりコテコテコテはね、でこれ以上大きくしないから、そしてね今年はこの針金かけないの、本体にこんなに曲げたからね、うん、少なくとも来年までね、もう1年ぐらいはね、この傷が癒えた頃にこれでビシッと針金かけるわけさ、そうすると小さいね小鉢ができて、なんとなくなってたでしょこれね、でこれちょっと大きくしないからするとで綺麗にこう、せっかく傷が癒えたのに何やってんのかなとかって言われてもないね、そうだよこれね、やっぱりね、まあ、頭上げやがって、頭上げやがってって言われて、やっぱりぼちぼちと、これで大体本体ちょっと綺麗に曲がったの分かるでしょ、うん、あんまり妙にね曲げてもね、うん、やっぱりあのなんとなく人間の嘘臭さが分かるから、うん、自然な曲がりの方がねいいの、こういう末類は。これ去年かけたやつですね、うん、こいつは、うん、でこれはねちょっと針金かけてみるか、これね、これはね乳無線でかけたんですよね、だからこれは意外とね手で取れる、これ若い時かけるとねこの針金でもいいの、うんうん、だけどね我々みたいひねてくるとねこういうのダメなのさ、やっぱりちょっとこれで一応これもうねバッチリとついてるでしょ癖、うんうんうん、それでね こいつはねこの子をちょっとここで無理してね曲げたからちょっとここにね割れ目がついたでしょ、うん、だけど割れ目つくとねそっからね傷を防ごうとしてねまた目が吹きやすいの、バキッと折ったらダメだけどね、うん、ちょっとね傷つくとね意外と大変だっつってねここにね目が出やすい特徴はあるね、植物は全て、うん、だけどそれ以上やったら本体枯れちゃうからね、うん、だけどそれはね意図してやったわけでないんだけど、たまたまこう傷がついたんだけどね、下手すると枯れちゃうのそっから上ね、それでこの上の曲げ方もなんとなくいいでしょ、うん、それであとねこの枝がねもうちょっとこう長いといいんだけど、今ねこの木はねもうあんまり大きくしないんで、うん、これ針金かける枝だけ残してあと全部ね、例えばこのどっちを正面にするかだよね、だからねこの木としてはこの辺を正面にしたいわけさ、この根元はね後でどうでもなるから、うん、全体的な流れこうなんだよね、それで枝を作る時にねそんなにこれたくさん作らなくていいのね、この枝だったらこれ一本でいいからね、ちょっとここで落として、ここで落として、それでこうなってくるとここがいらない、これいらない、それでこの枝で作る、そうするとこれ切る、でこれはこの枝で作る、だからこれいらないで、後ろ枝はこんなにいらないから取る、うん、で上がちょっと力強くてごちゃごちゃしてるんでね、うん、この辺はね今年これ出てくるやつで作る予定、うん、だから取っちゃう全部、それで頭ここに作ります、それで枝がここに少し欲しいのね、うん、そしたらねこれごちゃごちゃっとたくさん出てるでしょ、うん、だからね使うのはねこの枝一本でいいの、うん、こっちのこの太いのいらないの、これそれでこの後ろもこれいっぱいごちゃごちゃっと出てるけど、うん、使うのはこれ一本でいいの、これ切ってこっちの枝を取っちゃう、 この芽一つでいいの、これちゃんと出るから、うん、そしてこの枝はそこでしょ、で針金かけるのは一応これらかけるの全部、うん、後ろもかけるでしょ、この辺はねもう針金かけなくてもね、ツーッと出てきたら目摘みってこう目摘んでやるとね、綺麗なこう枝になるんで、で一応これが芯なの、これ芯ね、これ上大きくしないんですよ、でこれを枝にするの、そうするとこれがいらない、こうやるわけさ、そうするとこれもちょっと針金かけ
これかけるの全部いらないけどね、これ長いとこ全部針金かけておくの。そんなちっちゃいのかけるの、どれさ、その今これかい、うん、かけるよ。これこんなになったらおかしいでしょ、うん、やっぱりちょっと伏せないとこめんどくせえね、うん、めんどくさそう言っちゃっちゃう、めんどくせえの、めんどくせえの俺の言うセリフだよ